ッケー。こっから来たのか今。いや、どっから来たの。落ちてきたってことは上から来たのか。じゃあこっちでいいのかな。おいおいおい、ピーターパン、お前自由すぎるだろ、いくらなんでも。そんなことある。上に逃がさないとっつってさらっとどっか行ったぞ。なんかありがとうとかそういうのもなしかよ。行かずちよ。ちょっと回復しよう。あぶね。よいしょ。なんかね、防御のねタイミングがいまいちわかんないんだよね。防御覚えたのはいいんだけど、防御ってどのた、まあまあまあ今のいいのかな。なんか俺もあんまり今納得のしない防御だったけどな。お、あ、こっちか。いや、これ迷うな。ここさっき来たとこだ。あれで上に上がったんだもんね。なんか今さ、穴開いてたよな。ここか？よっこいしょ。あれ？ここかどうかもわかんねえ。あ、ここじゃないか。ここはだってさっきあれだもんな。さっきじゃねえや。前回、上がったとこだよな。よいしょ。もう一丁。オッケー。もうさっきここ来たから、上行って、ここでもないし、いや、でも、上から来ただけだから、まあ、とりあえず戻るっていいのかな？ちょっと、めちゃくちゃ迷うな。俺、そうさ、そういえば俺さ、ハテナ出たからさ、こっちかなと思ったから、俺さ、こっち行ってなかったよね。単純に。単純にここやん。何やってたんだ、俺。小僧の親友は冷たいやつだな。お嬢さんを連れてさっさと消えちまった。どこだ？リクはどこに行った？廃墟ホローバスティオン。ホローバスティオン。今は魔女マレフィセントの城さ。完全にマレフィセント側なんだ、リク。お前たちにはマレフィセント側ってわけでもないのか。お、ティンコーベル。それどんな顔？ちっこいのを見捨てて後を追いかけるかね。いや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 。何してん？あ、ソラ。キーブレードを差し出すなら命は助ける。え、ソラ？俺はハートレスと違って情け深いに。嘘つけよ、お前。お前そのちょびひげはもう情け深い、情け深い男は早さ。キーブレードか、板か。うわ。お、お。俺の左手を食った。あのこのワニ知ってる、あのチクタクワニみたいな。な、絶対違う。こんなところにいられるか。すみ、あとはお前たちでやっておけ。来るな。もうフック船長、あのワニがめちゃくちゃ嫌いなんだよな。おお、ソラ、ソラ、嘘だろ、ソラ。あー、めっちゃ、ソラ信じるんだ。え、君は飛べる。ピーターパン。ソラー、食べられる。飛べた。お、来た、ピーターパン。戻ってきてくれたのか、ピーターパン。それ足元タイツでロックリーみたいになってんだ、ピーターパン。その君を見捨てるわけにはいかないだろ。さすが。お、癒しの力。うわー、キアルはキアルランになった。最強。回復でかくなった。ということで、グーフィーとピーターパン変えます。ごめんね、グーフィー。お、ピーターパンが仲間にいるとき、空たちは空を飛ぶことができます。ジャンプ中にバツを押すことで空を飛べます。飛行中にバツを押すと上昇し、四角を押す。うわー、マジ？一人残らず、駆逐してやる。あれ？エレン？あ、飛べるー！最強。え、もうこれ最強やん。もう飛べるんだったら最強。いた。飛べるんだったらもう最強よ。いたいたいた、ちょ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 。飛べるのは強い。ちょっとなんか微妙に上に、微妙になんかちょっと空中浮遊してる。ドラえもんみたい。ドラえもんちょっと浮いてるらしいから。ほら、ほら。お前そうやって。空中に浮いても、ああ、そういうことか。
うわー、空の戦いだ。まあ、す、うん、空が戦ってるんだけど、空での戦いね。もうどこ行くね。オッケー、お前だ。ドナルド、ドナルドか。いやー、これは楽しいな。この空飛べるのはめちゃくちゃ楽しい。空が空を飛んでいる、楽しい。これはあっちにもいる。待って、あっぶねえ。お、何これ、ミニ、なんかちっちゃい船みたいなの来た。何これ、ちょっと強いし体力。ほら危ない。俺はちょっとあの船やりたいな。この船、船どうにかする。俺はこの船をどうにかするから、お前らはその雑魚敵を頼んだぞ。いた、俺はこいつ。あー、違う、俺はこいつなんだ。待て、うーん、おい待て、おー、なんか落としてる。あともうちょっとだ。オッケー、倒したぞ。おー、なんかお前気持ちよさそうに飛んでんな、お前。お前ふざけんな、お前。ほら、オッケー。うわ、空飛べんの楽しい。フック船長どこ行ったんだろう。スミか、ガキども始末した。めっちゃ悪い顔してるピーターパン。海船長、全員海に投げ込んでやりました。声真似うまっ。コナン君か。あ、痛い、それ痛いな。ナイフでそれチクは痛いな。全員海に投げ込みましたよ船長。残るはフック船長、お前だけだ。よし、フック船長と戦うんだな。どこ行った。おわ、なんだ、めっちゃ登れたぞ。フック船長どこ行った。あ、いた。あれ、どこ行った。お前高く飛ぶんだな意外と。待て、お前を倒す。俺、よしよしよし、リンチや、リンチ。待て、回復しよう。わ、いいね、キアルラめっちゃ回復する。おれい、いた、やんのかお前。俺はもう空飛べるんだぞお前。あ、落ちた。え、フック船長、あれ、あいつも飛べんの。それとも何、ジャンプ力めちゃくちゃ高いみたいな。もっとバスケット、いたー、もっとバスケットプレイヤーみたいな感じ。え、なんかこいつ回復してね。また、まずい、危ねえ。いた、ちょっとあれだな、この船がムカつくな。ちょっと先に船やっちゃうか。あぶねえ、ってか当たってる。船先だ、俺は船やるから二人とも頼んだぞーい。あ、そっか、でも俺がこっち飛んできちゃうと2人とも来ちゃう。うわ、ありがとう、なんか回復もくれたし、生き物がかりモードにもしてくれた、優しい。あ、どこ行った。いた、それいいぞ。あ、またお前出した感じか、敵を。仕方ねえ、奥の手だ。行くぜデュオ。よし、ザ・ワールドを使ってやったぞ。ハハハ、ざまねえな。もう一回だ。フック船長止める。ああ、ざまねえぜ。いや、全然似てない。ジョジョじゃねえや、デュオ全然似てない。いた、もう一回や。止まれな。さあ、お前何もできねえだろい、フック船長。ちょっと危ないね、回復したいな、ちょっと回復したいな。ドナルドもピーターも両方やられてんな。ちょっと待って、すごい。サンキュードナルド、2人とも回復させてくれたな。やらせねえよ。オッケー、なんつった今、ごめんっつった今。昔のドラえもんかお前。お、投げ飛ばした。あ、お前その能力さっき使えよ。お前水の上走るってラストアルカナムって何、めちゃめちゃ強そうなの手に入れたな。アンセムレポート8、あっけなかったな副船長。うわー、空落ち込んでんな。ねえ、帰りの目が覚めなかった。あ、言うなグーフィー、そういうこと言う。ほら、ソラ、俺、空を飛んだ。空だけに。すごいよな、空を飛んだんだ。帰りに話したら、うわ、信じてくれるかな。ちょっと、感動。もう一度ネバーランドに来いよ。今度は二人で飛ぶ。うわ、ピーターパン優しいな。
信じることができれば空だって飛べるんだ。俺信じてる。絶対カイリに会える。空を飛んだことだけじゃない、島を出てからのこと全部話せるって。そうな、一緒に外行こうっつってたもんな。ティンク、大時計？大時計？大時計に何かあるのか？大時計？古時計？あ、それはおじいさんのだ。わー、なんか綺麗！綺麗！こういうとこ行ってみたいな。おー、すごい。いや、危なー！怖っ！そんなとこ座んの？怖っ！お、またヒョウなるよ。わー！なに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 ？うわ、なんか音楽めちゃくちゃワクワクする。やっほー。そう、カイリーには会えなかったのね。でも諦めないでね、ソラ。え、マヤミッキー出たやん。諦めないでー。え、宝箱ある。トントン、近いな、近いな、フレア組。あ、そうだ、さっき俺、なんかかっこいい。違う、ピザマンじゃない。なんかかっこいい、ラストアルラクラじゃ。ターゲットに強力なコンボ攻撃を仕掛けます。コンボ後、ボタンを押すとさらにコンボを使用します。え、なにこれ、ちょっとつけたい。自分で経路をかけるとき敵の攻撃を受けるか。うわ、それはいい。うわ、それはいい。ちょっと待って。ちょっと待って。これは強い。ちょっと、ちょっと。なんかいろいろいじるわ。はい、オッケー。まあ、とりあえずね、ちょっとドローとかをちょっと外した、インパクトと、ちょっとドローを外しちゃったんで、まあドローはまあそうね、まあちょっと、もうちょっと AP が上がったらつけようかなって、やっぱちょっと水溶性が強いから、でもまあ、ちょっとなんかあまりにもまあこれはいいかなと思ったら多分ドローに変えるけど、もうとりあえずターゲットに強力なコンボは攻撃を仕掛けます。コンボボタンをさらにコンボしますということで、ね、まあ、コンボがやっぱできるようになるのは強いかな。 OK。 ドナルドもねこれ持ってるんだけど、どうしよっかなーってところなんですよ。このケアール、まあ、とりあえずドナルドはいいかな。 OK。 でグーフィー、あ、グーフィートルネードつけれるね。本当はラストリーブがいいんだけど、まあ、グーフィートルネードつけようか。 OKオッケーかな。よし。で、ちょっと一周回って、まあ特になんもなければ、ウェンディー。見て、素敵な眺めでしょ？そうね。この時計台のどこかで、街のどこにいても時間がわかるの。確かに。でも、4つの時計のうち1つだけずれてるの。みんな困ってるだろうな。お、それはなんか俺らに直せと言ってる感じ。いや、気持ちいい、これ。やばない？これはいい。うわ、こんな町に住みてー。やばくない？うわ、この川沿いとかにめっちゃ、うわ、めちゃめちゃいい。ただ、どれがずれてる？うわ、二人とも、あ、ドナルドかわいい。なにこれ、ドナルド。短い手足思いっきり頑張って伸ばしてる。これだけずれてたら今。これだけなんかあれかな。叩くとかかな。そう、で、いた。待て、そう、これ、え、これがずれてるんじゃないの？あれ、これがずれてる感じするけど、あれ、あ、来た、先っぽか。なるほどなるほど、先っぽか。あれ、それ、あと1回かな。はい、どうですか、これで揃えたでしょう。まあ、時計がずれてるってことはそもそも電池が切れてるんですよね。僕が毎回叩かなきゃ、この街の人たちは時計がわかんないって意味ですか？めちゃめちゃ屁理屈。お、そこに鍵穴なんだ。もうちょっとでかくてもいいと思う。このキーブレードかわいいな。結構俺一番お気に入りかもしれない、このキーブレード。さあ、ネバーランドも終わりか。無事に終わりました。ナビ組は、おっ、ってことはまた新しいとこに行ける感じか。おっ、小さい頃なあ、ソラ、ん、俺もっと強くなる。そしたらこの一緒にこの島から出よう。あ、
前の続きだな。こんなちっぽけな冒険じゃない。本当の冒険をしよう。ああ、それもいい。ああ、読めなかった。そういえばさ、この間から村長さんに女の子がいるだろ。あの子ってさ、あの流星雨の夜にってなったよ。うわあ。なんか、陸は、あれかな、空とかには見えてなかった。なんかいろんなもの見えてたのかな、もともと。ええ、なんか、なんかエロくね。船も使わずにあの子を連れてくるとは無茶をしたね。めっちゃ普通にセックスしてるかと思った。闇の力に頼りすぎると心を闇に食われてしまうよ。やべえやべえ、セックスとか言うな。生き残りさ、住んでいた世界が消えても心を失わない者もいる。プリンセスを追い求める心の力でマリフィセントにここまでたどり着いたようだ、ね、操られてんな。うまく使われてんな。でも安心をし、所詮お前の敵じゃない。お前には力がある。リクもなんか闇の力みたいな。そう、お前自身が気づいていない力さ。めちゃめちゃオロチマルとサスケに見えるわ。リク、教えてあげるよ、お前の本当の力を。リク、それはお前の本当の力じゃない、気づけ。あ、もうちょっと気持ちよくなってた最後。ダメだ、もうリクは手遅れだ。気持ちよくなってたもん最後。ダメダメ。ピーター、ネバーランドに帰ってしまうの？でもね、ウェンディ、僕らはいつでも会える。君がネバーランドを忘れない限りね。一緒に行けばええやん。ダメな。めっちゃ笑う、めっちゃバカに、めちゃくちゃバカにしてるドナルド。今だけ性格悪かったぞ。何？ピンクのやつ、またへそを曲げたな。仕方ない。ソラ、しばらく面倒見てよ。ティンカーベルと一緒に？かわいいティンカーベル。お、召喚魔法ティンクを覚えた。フェアリーハープ。うわ、新しいキブレード。グライド。何それ？グライドって何？アビリティ。バツボ、空中でバツボタンを押してると風に乗ります。ボタンを押してる間、風に乗りつつ、おー、なるほどね。そんなの？いや、でもここだと飛んじゃってわからねえ。ここだと飛んでわからねえ。あと、新しいキーブレードも手に入れたんだよな。まあでもこのキーブレードちょっと俺な。俺結構これ、気に入ってんだよな。あ、こっちにしよう。攻撃力こっちの方が強いや。